日産北古墳は、兵庫県南アワジシガ州八幡北にある古墳。形状は、円墳と推定される。南アワ市指定史跡に指定されている。淡路島南部、三原平野西園の南辺寺山の山麓に、築造された古墳である。2000年に測量調査が実施されている。墳形は、円形とみられ、直径は15メートル、または20メートル程度と推定される。 主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で南方に開港する。機内の影響を受けた石室であり、淡路島に現存する石室のうちでは、最大規模になる点で注目される。出土品は知られていない。築造時期は、古墳時代後期の6世紀後半頃と推定される。古墳域は2004年に、南淡路市指定史跡に指定されている。なお、付近では、 西山南古墳、野田山古墳、小山古墳の分布が知られる。石室原室主体部の埋葬施設としては、両袖式の横穴式石室が構築されており、南方に開口する。石室の規模は次の通り。原室は、奥壁が2枚の縦石により構築される点で、特色を示す。側壁は、原室、沿道とも最下部には大石を据え、原室側壁は4から5段。 沿道側壁は2から3段で構築される。石材の間の目地には粘土状の土が詰められており、同様の手法は西山南古墳でも知られる。本古墳の石室は淡路島に現存する石室のうちでは最大規模になるが、本州の大型石室が全長10メートルを超すのと比べると小さいものになる点が注意される。ありがとうございます。